お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、アップデートがね、行われて、またね、新しい環境になったということで、まあ、その辺についてね、触れていきたいなと思います。というわけで、まず、アップデートで、まあ、ここですね、この5枚のカードが調整されましたというわけで、マジアチャが、まずはね、強化ですね。なんかヒットスピードが遅くはなったんですけどね、ダメージが上がるっていうので、まあ、最近そんなに使われてなかったんですけど、多分めちゃくちゃ増えると思いますね。しかもあの僕とか結構ライキさんとかもみかんさんとかもかな、結構マジアチャとか好きだから、ポノス勢が意外とね、なんで結構マジアチャ動画が出るんじゃないかなと思いますね。結構はい、お気に入りなカードですね。で、まあ、トリトンも強化されて、トリトンなんかライトニングで死なないとか、あとはなんかがいろいろ変わった、なんか変わったんですけど、めちゃくちゃ強くなったんですけど、まあ、使い方がまだよくわかんないんで、まあどうだろうなっていう感じはしますけど、すごい可能性があるカードだと思います。というわけで、タルババさよならしました。で、もう多分これはほとんどこれから見られないと思いますね。もうタルババ使うなら、まあ、ウッドでいいってなると思います。で、ペッカが、これあの事件なんですけど、ペッカが火砲を受けたんですけど、火砲って言ってなんか射程が伸ばされて、なんかダメージが、あ、ヒットポイントかな、ヒットポイントが下がったんですよね。 9% ぐらい、 9%、 まあ1割ぐらい下がったんですけど、その分射程が伸びるっていうので、もうなんかめっちゃ長いんですよ、ペッカ。あの橋のとこに出しても、なんだろう、橋の向こう側の人殴ったりとか、射程が長すぎて、なんか火砲とか言って、なんか強化っぽいことされましたね、ペッカが。僕はあんま気に食わないですね。ペッカそんな使わないんで、なんでっていう、ペッカは全然減ってくれていいのにっていうのは、まあ、若干ありますね。はい。で、なんか火砲って言われて強化されてるんで、気持ちね、まあ、強化かわかんないですけど、意外とそのペッカを使ってる人からすると、あ、痛いね、顔かもしれないんですけど、なんかそれならこのね、強化って言われて下方されたヒールをちょっとね、もうちょっといじってほしいなと思いますね。はい。で、あと最後がランバージャックですね。ランバージャックは殴る速度のヒットスピードっていうのかな、わかんないですけど、殴る速度がちょっと遅くなったっていうので、まあ、ランバーね、強かったのが若干ね、使いにくくなりました。全然まだ強いんですけど、若干使いにくくなりましたねっていう感じですね、今回なんで。なんかめちゃくちゃ大きい環境はそんな変わりそうにないんですけど、圧倒的マジアチャが増えそうだなと思いますね。マジアチャが増えるのは、まあ強くなったっていうのもあるんですけど、あのタルババがね、加砲されたことによって、結構タルババのメタカードが、マジアチャのメタカードがタルババだったんですけど、タルババがより減るんで、よりマジアチャを使いやすくなるしっていうのはありますね。なんでマジアチャを対処するのに、しっかりトリトンとかその辺も優秀になってくるんじゃないかなと思われますね。わかんないですけど。というわけで、今日はね、こちらのね、まあ、なんかいろいろ今後増えるだろうなって思うのをちょっと持ってきたんでね、紹介したいなと思います。で、一つ目がこちら、あの僕のただのお気に入りですね。あのこれミニペロイフグで、あのプリンセスだったり、ここの枠がマジアチャだったりいろいろするんですけど、結構環境によって変わってるんですけど、マジアチ強化でね、しかもあのタルババが下方というわけで、タルババも入ってなくて、でマジアチャに対してもファイボとか、まあ、神器とか、そのペッカとか、ペッカが多分全然減らないと思うんで、ペッカに対しても、このねマジアチロイフデッキは強い。そしてもうあの、最高の男子です、こちら。で、まあ今日はこれを何回かやっていくと思うのと、まあ、あとはね、まあ、タルババが減るんで、シンプルにザップとか増える可能性も増える。まあ、ウッドが増える可能性もあるんですけど、まあ、コカッちゃんも今後、生き生きしてきそうですけど、まあ、その代わりに、まあ、クロスボウが増えるよねっていう。コカツが増えるならば、そのついでにクロスも増えちゃうよねっていう。あの、クロスのね、メタカードでもあったタルババが下方されちゃったんで、じゃクロスどうやって止めんのみたいな環境になってきますよね。ペッカとかもクロスすごいきついらしくて、マジアチャもペッカにシンプルに、ですね、クロスに。マジアチャもクロスにもうなんか、ペイって、なんか一瞬で処理されちゃうんで、まあ、マジアチャも結構クロスがね、おつらい。というわけで、まあ、このままペッカ工場ですね。ペッカ自体は弱くはなってはいる
けど本当に弱くなってるのかっていうね、射程がちょっと長いんでね、疑惑の一発がたまに届いたりするんで、まあ、その辺また難しいとこではありますよねっていうので、結構ねこういうテスラクロスとかチェーンクロスも増えるんじゃないかなと思いますね。今でも十分すごい多いんですけど、というわけで今日はねこのロイホグデッキをまあね進めやっていきたいなと思います。まあ、マジアチャですね。ただ僕がマジアチャ使いたいだけなんですけど、マジアチャまあダメージが上がってるから何がどうなったのかはすごい分かんないんですけど、よろしく。とりあえず強いと思います。あのね、マジアチャロイフグとかマジアチャペッカマジアチャとかも多分増えると思いますね。なんかとりあえずマジアチャ入れたからね、みんな何でも三十四ロイフグマジアチャとかあったか、ババコヤ三十四。おー、なるほどね。これも逆サイ攻めます。でゴーレムは結構厄介ですね。ロイフグの天敵がマジでクロスとゴーレムみたいなとこあって、これマジアチャで攻めたら射抜いたらダメージは入るんですけど、まだね始まったばっかなんで、でこれあのアイゴレ回してアイゴレでしっかりね壁作ってあげて、その間にねミニペッカでゴーレム溶かしていきます。よいしょ、お痛い。 OK、 マジアチャが優秀ですね。でこのカウンターにまたロイフグつけてあげたいですね。おー、ここはでも一回防衛します。でもヤラム咲いてるんでこれは多分いい感じに、でこれはセパして、このね左にも右にも、そうこれがねロイフグめちゃくちゃいいんですよね。カウン守ってカウンターでこれ両方削れるのがすごい優秀ですね。でこれ相手結構慣れてますね今。というわけで今1個取りので、後ろからこれ来たらまあ後ろから合わせてもいいんですけど、ワンチャン相手が諦めた説があるんですよね。いやまだないかな。いやありそうですね。これもうアイフォルミリベして終わりそうですね。そう、相手があとはラバとかだった時に結構防衛が、まあ、防衛が何だろう、コウモリとマジアチャとギャングとかしかないんで、空に対して、まあ、ギャングもないようなものでコウモリもないようなものなんですけど、なんで結構ラバ展開された時に結構アイゴレミニペで攻めて、またロイフグで攻めてみたいな、結構あのミニペッカを攻めで使うこともできるので、結構そこはいい部分だなと思います。はい、まあまあまあ初戦ちょっと終わった戦があれでしたけども、まあこのロイフグでもクロスがきついんですよね本当に。クロスちょっと待って、本当にあのペッカもクロスに弱くて、枯渇はでもペッカに強いですね。あ、ペッカじゃねえわ、クロスですね。あ、でペッカはクロスにつらい、枯渇もクロスつらい、ロイフグもクロスつらい。ということは、ジャイが強い。天候と環境。ジャイ掘りとかですかね。クロスに対してめちゃくちゃ相性が良くなるのは。まあ僕もクロス使えばいい話なんですけどね。そんなにクロスがついてなるなら、とクロス使いに怒られそうなので。まあ言うて、クロスも使うの難しいですからね。なんかラバクロとかいろいろ使ってましたけど、なんか、運ゲー言われる。も意外と考えてやるもんなので難かったですけど、まあまあまあ、そうですね、クロスは多分何かしらなんかいろんなクロスとクロスのメタカードの両方が強化されたのに、クロスのメタカードだけその後保護されるっていう、クロスはただただ美味しい思いをしてるんでね、ちょっとね許せないですねこれ相手はテスラクロスですね来ましたね。そう、これね、あのロイホグに5を打たれて、なんか適当に打って転がされるだけで僕のダメージが取んないんですよね。まあまあまあ落ち着いていきますか。これマジで後ろからマチャチャ流して、とりあえずね、まあこれ5打たれたら打たれたでいいですね。でも僕のロイホグは普通にテスラで抑えられるのでちょいつらなんですよね。よいしょ、やっぱマジ面なんですよね。よいしょ、
これはセパルと真ん中テスラ来て、よいしょ。あ、でもいい、相手が結構むずそう、対処が。あ、でも言うてこのダメージはでかいですね。でマジアッチャが5で射抜かれるならば、もうこういうところでダメージを稼いでいきたい。でこのロイフォグを固めてクロスに出しちゃうと5打たれちゃうんで、固めずにセパってあげてこのクロスボウ処理ですね。よし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 、いい、めっちゃいい、めっちゃいいけど2周目来ちゃうんですよね。よいしょ、オッケーオッケー、このマジアチャに5打たないとは言ってはっていう。やばい、メイペッカ、オッケー、優秀。今の神、今の殴ってないと僕もオワコンでしたね。いやー、で、まあ、今5打ったんで、あと真ん中テスラ、いやでもこれ適当に守られちゃいますね。一回一回防衛タイムが来そうっすね。これな、結構あのクロスしんどいんですよね。見て分かってもらえるといいんですけど。あ、痛い、俺のリズムが。やばい、相手のペースになってきてる。いやでもこれで、あ、チャー処理しろ。オッケー、いい、おいしょ。やっぱ全然ありますね。あ、相手めっちゃ攻めてきますね。おー、やばい、めっちゃ攻めてくる。いやでも、これは、全然ある。これミニペッカが、だって相手ミニペッカ止まんないよ、これ。見て。来た。一発入るよ。はい。あー、ミニペ、お前殴るな。マジアチャで射抜きたいよ。マジアチャで。いやでも、今ペース来てますね。あー、相手のファイブは今の上手いですね。まあでもこれ、あの、見ててわかると思うよ。本当にロイフグセパして、コウモリセパしてるだけなんで、全然。よいしょ。これも打っとくる。あ、待って、タワーの滝が、というかクロスの滝が甘い。オッケー。まあ。え、辛い。これもあの、最悪引き分けでもいいですね。これ防衛5したいですね。来いよ。チキン。ウェイ。オッケー。いい。さあ、流れがいい。からの、毎回ミニペッカになんか出す。いや、いいよ。全然ある。お、入る。いや、もう気持ちね。気持ちもなんか適当に出しとくと、相手がそれだけで辛い。オッケー。この微妙な、この、相手今しかもあれ、ロイフ、あれ咲いたんで。いや、カタカタ。ウッド咲いたんで、ギャング追加するけど、相手のウッドが回ってきて美味しくいかれる事件。それ。俺分かっていた。だがいい。オッケー。いや、めっちゃいい。勝てそう。後ろから流した。50秒。いや、抜きてー。もうこれ、イモられるとちょっと辛いですね。ワンチャン回す ?5 ウッド。さすがにやんちゃか ?5 あと2周さすがにやんちゃか俺は。おー、出た。構えが出てる、構えが、相手のクロスの構えが出てる。やばい、待って。やんちゃしたかも。これ、ファイブウッド回ってくんないよ、これ。やばい、待って、やめて。さすがにやんちゃしたか。やばい、待って、終わったー。これは、しゃしゃらなければ引き分けにはいけた、勝てたかは知らないですけど。はい、というわけで、クロスですね。悩みますね、マジで。でもあの、クロス以外には、なんとでもなると思ってるんで、今のはもう、はい、知らないっすね。というわけで、こちらね、ただ僕がお気に入りなだけなんで、あの、強いかは知らないですけど、僕がただただこのマジアチャロイフね、お気に入りなんで、マジアチャ持ってないよって方は、まあ、最悪プリンセスで、まあ、ぜひマジアチャでやってほしいですけど、はい、という感じで、こちらね、マジアチャロイフ、ぜひ皆さん、使ってみてください。今後ね、まあ普通にペッカーも使えると思いますし、まあ、クロスが増えると思うんでね、まあ、クロスにはできるだけ対応していきたいですね。はい、というわけで、あとトリトンですね。
今後ちょっと僕もすごい楽しみですね、トリトンがどんぐらい入るかっていうのは。いというわけで今日こんな感じで、まあ、終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録や高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。